アイテム番号、SCP-613JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-613JP の全てを財団が確認、収容することはできていません。SCP-613JP は粉末の塩化カルシウムで満たされた 2m×2m×2m の標準的ユークリッドクラスオブジェクト収容容器に保管されます。移動が観測された場合は容器を破棄し、新しい容器を建造して常に SCP-613JP が中央に来るようにしてください。財団は日本の各地域で塩化カルシウムの散布を行い、事前に SCP-613JP の移動を防いでください。また、新たな SCP-613JP が発見された際は一般的な道路工事として、周囲に側溝を建造し無力化してください。説明。SCP-613JP は日本で見られる様々な柄の一般的なマンホール蓋のような外観をしています。SCP-613JP の異常な特性は一番近い海岸線から 140km の範囲でのみ確認され、それ以上の内陸部では発見されていません。SCP-613JP は活性状態になると一番近い海岸線へ1年のサイクルが終了した1月1日に 100mm。移動します。その際、日本の国土交通省の定める地図に存在するマンホールの配置も変化しますが、地図自体には異常な特性は見られません。SCP-613JP は、この移動の特性と地図の改変を不審に思った財団の地方エージェントにより発見されました。SCP-613JP の表面に粉末の塩化カルシウムが存在する場合その1年間移動が見られなくなります。また、移動の際、周囲のアスファルトやコンクリートはあたかも以前からそこにマンホールがあったかのような振る舞いを見せ、進行方向に側溝などの地形的障害がある場合迂回しますが、周囲の全てを側溝で囲む等の、囲い込み、が行われると、異常な特性の一切が見られなくなり、容易に無力化することが可能です。SCP-613JP の上に乗った人物はおよそ 60% の確率で SCP-613JP が、下降、下向きに突然解放し、中へ落下します。この際出現する穴の内部は別次元であるとされ、周囲6面を壁で覆うことは妨げになりません。この穴を SCP-613JP-1 と呼称し、その内部では無線、ビーコン、GPS などの電子機器は無力化されます。被験者が SCP-613JP-1 に落下した場合、SCP-613JP の隣に新たな SCP-613JP が出現します。新しく出現した SCP-613JP はオリジナルと全く同じ性質を示しますが、その地域に適した別の柄に変化するケースも報告されており、一種の擬態本能であると考えられています。また、落下した人物についての戸籍や周辺人物の記憶は改ざんされ、被験者の全ては、落下の数ヶ月前から数年前にすでに死亡していたとされます。これらのプロセスを目視した人物は、マンホールとは人を落とすものだ、と信じ込み、パニックを起こさないため SCP-613JP は発見が困難です。SCP-613JP-1 内部には空気が存在しますが、壁面が音をある程度吸収するため、被験者の叫び声は非常に小さいものとなります。また、SCP-613JP-1 は底がないように見えます。実験記録1参照閉じ。すべての実験は D クラスが SCP-613JP-1 に入ったことを目視しないよう留意して行われます。実験記録1、日付1997年9月15日。対象、SCP-613JP-1、実施方法、D クラス職員を最大1200メートルまで延長可能なウィンチで固定、D-6139-92 にはフレア6本を携帯させています。記録開始。あんたに向かって喋ればいいのか？無線とかいらないのか？あなたは現状を報告するだけでいい。あいよ、中はきっと暗いな。ライトがついてる気がしない。現在20メートルです。気分は？喉が渇いたのと大声に疲れれる以外は良好だ。そこは見えそうですか？いや、壁は見えるがあとは何にもないね。予定通りフレアに着火して落として様子を観察してください。あと、どれだ、これか、行くぞー。記録終了。終了報告書。最後の連絡の直後勢いよく SCP-613JP が閉まり、ウィンチは切断されました。
実験記録に、日付1997年9月20日。対象、SCP-613-JP-1、実施方法、D クラス職員を最大1200メートルまで延長可能なウィンチで固定。蓋が閉まらないよう最大 1200N まで耐えられる合金製パッキンを蓋に噛ませて固定します。D-6134-65 にはフレア6本を携帯させています。記録開始。フレアを落とさないでくれよ。あんたらお偉いさんもすることはわからんね。俺に下水講義でもしろってか。D-6134-65 は現状の報告のみ行うように。はいはい。今ちょうど20メートルだ。なあ、無線機か何かくれないか？喉が痛くなっちまうよ。そのまま100メートルまで降りてください。到達したら新しくフレアを焚き、そこを覗いてください。20分経過。今105メートルだ。こいつに火をつければいいんだな。直後蓋とパッキンから金属のきしむ音が聞こえる。SCP-613-JP は蓋を閉じようとしているように見える。そこは見えますか？何も見えません。わかりました。そのまま200メートルまで降りてください。博士、私はなぜこのようなことをしているのですか？ D-6134-65 は現状報告のみ行うように。博士、あなたは私をどうする気ですか？ D-613-4465 指示を聞きなさい。現状報告のみ行うように。私は海に行きたいだけだ。あなたは死刑囚であり財団の職員だ。指示を聞きなさい。限界200メートルだ。どうする？新しくフレアを貸してそこを確認してください。嫌だ、苦い。いえ、フレアを食べないでください。記録終了。終了報告書。これ以降の連絡はなく、ウィンチを巻き上げたところワイヤーは105メートルで引きちぎられるように切断されていました。実験記録3、日付1997年9月26日。対象、SCP-613-JP-1、実施方法、D クラス職員を最大1200メートルまで延長可能なウィンチで固定、蓋が閉まらないよう最大 1200N まで耐えられる合金製パッキンを蓋に噛ませて固定します。D-6137-69 にはフレア6本と水銀温度計、湿度計と塩を携帯させています。いずれも電子回路を持たない古典的なものです。記録開始。指示通りフレアを焚きながら連絡してくれ。今だから言うけど俺暗所恐怖症なんだ、勘弁してくれよ。指示通りに報告してください。今15メートルだ。めちゃくちゃくれーよ、フレアはしっかり燃えてんのによー。30メートルまで到達したら報告してくれ。8分経過。おーい、ここがついたぞ。温度計と湿度計を照らして値を叫んでくれ。だいたい、36度と 97%。暑くないのか？暑くはないね。むしろ寒いぐらいだ。わかった。そのまま90メートルまで降りてくれ。90? 罵倒後。20分経過。着いたぜ。ちょうど90だ。ではもう一度温度と湿度を叫んでくれ。変わらねえよ、36と97だ。わかった。では持っている塩を落としてくれ。うまい。ウィンチを引き上げてくれ。記録終了。終了報告書。これ以降の連絡はなく、ウィンチを巻き上げたところワイヤーは90メートルで引きちぎられるように切断されていました。実験記録4、日付1997年10月1日。対象、SCP-613-JP-1、実施方法、D
T クラス職員を最大1200メートルまで延長可能なウィンチで固定。蓋が閉まらないよう最大 1200N まで耐えられる合金製パッキンを蓋にかませて固定します。T613007 にはフレア6本と水銀温度計、湿度計と砂糖を携帯させています。いずれも電子回路を持たない古典的なものです。T613-7 の服には 200g のグラニュー糖と裁断された加工前のサトウキビを袋に詰め、縫い付けられています。記録開始。お偉いさんは俺の仕事を知ってて声合ってるのかい？ D クラスは指示通りに作業を進めてください。これはあなたの職業と関係がありません。そうか。ならますます意味がわからんな。今は30メートル。これでいいか？結構です。そのまま50メートルまで降りてください。5分経過。これで50メートルだ。で、何をすればいいんだっけ？カウントをアナウンスするのでゼロになったら砂糖を下に投げてください。クソ真面目に意味もわからないことをさせるんだな。まあいいけどよ。記録終了。終了報告書。カウントゼロでウィンチを高速で引き上げたところ、D クラスの回収に成功しました。しばらくした後 SCP-613-JP、1から大量の赤茶ケタ粘性物質が吹き上げられました。調査の結果これらは人間の体組織及び血液と少量の溶けた砂糖であることが判明しました。